初代、坂口平米昭和8年7月31日は、日本の実業家、政治家、貴族院議員、上会議員、軍会議長を務めた、鳥取県平民、鳥取県多額納税者、坂口合名会社、代表社員会長2代目、坂口平米のジップ、米子、小高町に生まれた、坂口家は、反省時代、沢谷と称し、面、 木綿加害業を営んでいた。米子の商家ではまず中堅クラスであった。青少年時代については詳しいことはわからない。道家書蔵の歴代伝記によると、用にして学に志し、今井香る祭、高島治む日の含み祭などの門に入り、官学を収め、長鶴に及んで家業のため大いに妨げられたが、よか常に章紐解き、竹馬の友と、 遊びごとは、ほとんどなかったと述べている。これは数え年13の時、父、平義郎がある政治的事情で身に危険が迫り、藩の計らいで一時閉門の形で何を避け、その間家業はすべて、平米の名義で行うという事件があって、子供心に早くも、一家をお手立つ覚悟を仕込まれたためではないかと思われる。明治14年に父は亡くなったが、 すでに彼は一本立ちの商人に成長していた。明治19年、米子に県立静止伝習所が設けられると、明治20年に家業の木綿業を廃止して、静止場を起こす。明治24年、蒸気機関を備えた米子静止合名会社を設立。明治42年、渋沢栄一を団長とする渡米視察団の一員として、静止業界を代表して参加した。 明治24年に、米子汽船、明治27年に、米子銀行、その後も米子倉庫、米子製工所、三院電機などを次々に起こし、章と米子の基盤を築いた。明治39年の私立毎市場学校設立には、多額の寄付をした。また、昭和3年設立された米子商介子学校に15万円を寄付した。晩年には弟、 豊を養子にして、事業の一端を任せ、また支配人に遠藤光則、安倍美代次らの適材を得て、多少は仕事の鬼であることを止め、茶屋所が骨董にも親しんだが、事業全体の統括だけは最後まで手から離さなかった。昭和8年、80歳で展示を、全うし、小六位を送られた。平米は、企業精神が旺盛だっただけでなく、蓄財の際に長じていた。 株式投資をかなり大規模にやり、不動産投資のやり方は一層有名であった。明治10年代に不景気で、高知の地価が地価の半値以下に下がった時、将来の値上がりを見込んで買い入れたのが最初だという。次には、弓浜の内外の海面を埋め立てに着手し、今も、坂口神殿という地名が残っている。こうして、県下最大、米子から境港まで、 自分の土地を伝っていけたというほどの大地主が出来上がった。坂口の性格は、木興期の産業資本家によくあるような、近建立工型の真面目、人間だった。本当の商売人は嘘をつかぬものだ。酒好きは良いが酒飲みになってはいけないとはよく部下に、語った、書生君であった。坂口商店平米について、米子市長を務めた、野坂幹事の著書。 米子界隈205から207ページによると、昭和15年の日本海新聞に、古老に聞く、弓浜半島と題して、明治初年頃の面作について、以下の話を載せている。明治23年頃に、米子地方を中心に起きた、会見建設地運動を主導した人物の一人でも、ある。坂口豊造幕末の源氏元年の、 ヨナゴ地方モメントン屋37人の中には、沢谷平米、沢谷逃げ門、沢谷聖太郎の3人が名を連ねている。明治35年2月の、鳥取県放棄国1円地下所得税つまびらからんによって、ヨナゴ町を含む再白軍の地下1万円以上の大地主を見ると、以下の通りである。彼らは、当時の経済的実力者で、その多くは質屋を営み、 銀行に投資し、商業に従事し、あるいは各種会社の役員を兼ねるなど多面的な経済活動をしていた。国税営業税納入者名と対象して検討すべき資料として、軍税一般から見積もり所得額3000円以上の人々の名を掲げておく、対象4年である。ありがとうございます。